WCW 認定デスマッチヘビー級選手権試合、まず挑戦者伊藤隆二入場。先立ちまして柴田総理様によるタイトルマッチ宣言でございます。宣言、これより行われる王者高橋正也対挑戦者伊藤隆二、この試合を DJW 認定デスマッチヘビー級選手権試合であることを認め、ここに宣言する。2019年1月14日第4プロレス、第6ということで、チャンピオンとの方が参加されます。W 認定デスマッチヘビー級選手権試合、蛍光灯アート観客申し込み画鋲34万4440のデスマッチ、まさに地獄、30分一本勝負を行います。アウトドアな挑戦者185センチ95キロ、伊藤隆二。赤コーナー第37代チャンピオン2度目の防衛戦、170センチ95キロ、高橋正也。レフェリーフランク・ダッシュ。
Thank you.
3秒、高橋真也選手の勝ち。今日34万個、5万個の画鋲の上で試合して記録作って、また大日本の、ね、歴史に僕がまた記録を刻んでいきたいと思います。その上でデスマッチファイター、俺とタイトルマッチをしてやろうという挑戦者、全員倒します。